こんにちは、チャエノです。靴下を100足編むチャレンジ、今日は2足目です。今日使う糸がじゃーん、こちら、寺井さんで購入したこの桜カラーのセットです。オパールケイトのね。で、このセットがじゃん、マーカーとね、針のセットにもなっていて、このね、リッケのブラッシュ、靴下編む用の針持ってるんですけど、これがね、使ってるやつ、もうね、コードがね、結構使いすぎてベコベコになっちゃってるんですよ。この辺とかわかるかな、ちょっと折り目がね、3箇所くらいについてしまってて、まあ、若干編みづらくなってきちゃっているので、全く同じの、このホリデーズっていうね、復刻版の糸らしくって、これが日本の桜風景をモチーフにされている糸で、カラーナンバー11246番、これとあと単色のピンクかホワイトを選べるようになってたんですけど、その3玉のセットですね。で、せっかくね、この同じ種類の段染めが2個あるので、今回は贅沢にね、使ってめちゃくちゃ長いソックスを編もうと思います。もちろんね、今回もここに見えてると思うんですけど、編み木で編んでいきます。長いと特に手編みだと大変なんでね、まあ、ルーズソックスみたいな感じにしようかなって思ってるので、早速編んでいきましょう。今回は履き口をセットに入っていたピンクの方で編んで、でレッグの部分、かかとの部分、フットの部分は桜モチーフのオパールケイト、段染めの方で編んでいきます。で、前回の動画でね、私一目ゴム編み止めが苦手っていう話したんですけど、多分ね、それ見てくれた方が DM くれて、ゴム編み、一目ゴム編みのね、作り目の方法を教えてくれたんですよ。もうめちゃくちゃ助かる。これでね、一目ゴム編み止めしなくて済むんですけど、ちょっとこの編み機がね、これ以上細かいピッチで編めないので、ちょっと履き口ゆるゆるっとなってしまうんですけど、まあ洗えば、洗ってるうちにまあ馴染むかなと思って。まあ、とりあえずこの方法が楽ちんなので、今回から一目ゴム編みの作り目でね、作成して、タピ返しして、履き口の方を一目ゴム編みにしております。でね、靴下の編み方をね、編み機で編む編み方教えてほしいってコメント来てたんですけど、まだね、私も探り探りで編んでいる状態でして、編み機のことも全然理解していないので、ちょっとね、編み方を動画にするっていうのは今のところ難しそうなので、しばらくはできないかな。まあいつかできるかどうかもわかんないです。ごめんなさい。
これがねめちゃくちゃ気持ちいい瞬間です。ピロン。はい、でこっからレッグの部分を140段今回は編んでいくことにしたんですけど、これね後から気づいたんですけどね、140段だとね全然一玉で足りちゃったんですよね。履き口の部分とつま先の部分を色を変えているのでね、まあ、なのでもう一玉、これはね後半の方でどうせ100足も靴下編むのでまたね後半の方で使っていこうかなと思います。またね違う雰囲気の靴下にしようかなと思います。編み切ってねキャリッジをねこう左右に動かすだけなのにめちゃくちゃ腰痛くなるんですよ。もうこれ動画のね今の時点で超腰痛いです。片っぽ編めちゃー、もう片っぽも画面外でね急いで編んでいきます。はい、靴下の開きが2本出来上がりました。もう超大変だった。で今回は先曲がりのねとじ針が家にあることをすっかり忘れてて、こちらねこれを使っていきます。すくい閉じするときにね結構この先曲がりはねすくいやすいんですよ。でつま先のメリヤスハギタイムです。まあここはねそんなに大変じゃないので楽勝なんですけど、この後のすくい閉じがね果てしないんですよね。ちょっと不安に思いながらメリヤスハギしております。はい、でメリヤスハギができてつま先完成です。でこっから横の部分ねダーッとすくい閉じしていきます。もうね私は心に決めましたよ。長い靴下はもうたまにしか編まないと。この100足チャレンジの中でもまああと 2,3 足ぐらいまでにしとこうと思いましたね。もうあんまりにも大変だった。本当に大変だった。でね、この時ね、午前中から編み始めて撮影し始めたんですけど、どうしてもね、お昼ご飯までに編み上げたかったんですよ。なんですけどね、すくい閉じにめちゃくちゃ時間かかっちゃって、想像以上に時間がかかって、結局ね、お昼ご飯を食べれたのが、2時半、3時前とか、それぐらいの時間になっちゃったんですよね。もう、すんごいお腹を空かせながらね、今頑張ってすくい閉じしてます。ちなみに、この日はもうね、お腹空きすぎてたんで、めんどくさくってすぐ食べれるカップヌードルを食べました。いつも私は醤油味しか食べません。
こうやってね、定期的にストレッチをしながら、肩をもみもみしながら頑張ってすくい閉じしてるんですけども、本当に肩が凝る。あともうちょっとっていうところでね、くじけそうになりながらも、まあ続きも頑張って、であともう一個残ってるんでね、頑張って閉じていきます。でもこの糸ね、結構ショートピッチなんで柄がねブワッと入るんですけど、長い靴下なんてめちゃくちゃ可愛いですね。手編みで長い靴下を編む際も、機械編みで編む際も、もう非常に疲れてこんな感じになっちゃうので、皆さんも気をつけて編みましょう。はい、で、やっとおかしいです。頑張った。もうめちゃくちゃ可愛いです。いい柄が出ますね。もうマジで達成感でいっぱいです、この時。はい、で、靴下履き履きタイム。一体どのぐらいの長さあるのか、この時初めて知ることになるんですけど、よっと伸ばしてみて、膝下までありましたね。140段で膝下。いや、ハイソックス可愛いですよね、なかなか。こんな感じでルーズにしても可愛いし、機械編みといえど大変すぎたんでね、長い靴下そんなしょっちゅう編んでられないけど、でもめっちゃ可愛いわ。普通の長さの靴下より好きかも。でね、このピンクのね、単色とこの段染め、相性がとってもいいのでね、めっちゃ可愛いですよ。おすすめです。ぜひぜひ、寺井さんで見てみて。超可愛い。ってことでね、2足目、編み終わりましたとさ、次の3足目は何の糸使おうかな。次も可愛い靴下を編もうと思うので、また見に来てください。ご視聴ありがとうございました。